listening to Shibuya Cross FM.8時を回りました。まどかと渋谷でランデブー。あれ、ならない、はい、ちょっと新機能を導入したんですけど、新機能導入したけど、バーって拍手がね、もう一回、ちょっともう一回、はい、すいません、練習に付き合ってもらって、すいません、皆さん、すいません、イエーイ、皆さんで練習していきましょう、はい、そうですね、練習、ね、ちょっと新機能を入れたので、はい、ちょっといろいろとね、はい、こういう感じで、はい、ラジオで行くともっと聞こえてるんですかね。多分聞こえてるんじゃないかな。あ、OK ですか。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと山本さん、なんか一言、抱負言ってもらっていいですか。今年の抱負、はいはいはい、今年こそ売れますよ。いや、なんでかなんか一番しっかり聞こえたら、なんかボリューム上げてません、急に。まどかさん、コメントを聞く前からもうガードのところに来ましたから。ガードってどういうことなんだろうね。売れたらおしまいってことかな、もう。どっちの意味か分かんない。売れたらおしまいだぞと、もうこの世が。この世が、芸能界が終わり。世界が終わり。はい、そんなことはない、ね。皆さん、明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。はい、今年もまどかをよろしくお願いします。はい、まどかと渋谷でランデブー、そしてハッピーエンドをよろしくお願いします。はい、イェーイ。はい、2020年ですよ。はい。なんかね、オリンピックイヤーですし、うん、はい、どうですか、もうベタに、はい、今年の目標とか、うん、はい、話していっちゃいます？せっかくなんで。そうですね、今年の目標は、まあ、キンキンで僕はできたのは、はい、鬼滅の刃をちょっと今から遅れてますけど、はい、今から頑張って、はい、見ようかなと思って、今10話ぐらいまで行ってます。漫画ですか、アニメ？アニメです。アニメ、はい、アニメ、でもアニメの方が私も見てるんですけど、はいはい、読んでるし、うん、見てるんですけど、なんかツイッターでつぶやいていましたよね。あ、本当ですか。そう、あのアニメの方が絵が綺麗なのと、はい、細かい描写が分かるんで、アニメ見てから漫画か、漫画読んでからアニメ、まあ人それぞれですけど、一応どっちも見とくと。へー、なるほど。あれってどういうとこにキュンと来たり、どういう反応がします？俺はやっぱ男子目線で見ると、ねずこの可愛さ、あの、カゴに入る時とかの、そう、あのね、ちっちゃくなったり大きくなったりするね、はい、あれが可愛くてしょうがないやつですけど、ねずこは可愛いです。あ、女性から見ても、女性からしてもねずこ好き。あ、ねずこ好きだし、あとしのぶとかも好きなんですけど、しのぶ誰でしたっけ、胡蝶の柱の、あの蝶々の柄の着物着てる、はい、まだ出てきてないかな。あ、じゃあ僕まだ出てきてないです。ここからです、ね、まだ2人しか出てきてないです。その炭治郎と、あ、炭治郎と善逸、うん、はい、ねずこしか出てきてないです。あ、じゃあもうほんと最初のところ、ね、最初の段階です、はい、あの炭治郎の家族がこのひどい目にあって、はい、そっから、はい、そうです。修行は炭治郎、修行はもう達成して、達成して、はい、はい、鬼殺隊になりました。鬼殺隊になって、はい、ここから、ここから戦うと。山本さん、すみませんでした。全然わかんない、すみませんでした。まあ僕は悪いんですけど、全然わかんなくて。だからこんぐらい来てるってことですよね。そう。いいですね、でも。そうなんですよ。僕そういうのも間違えちゃって、去年目標でね、うん、24を制覇しようと思ったら、もう最初のシーズンだけでよかったね。他のシーズン手出したら全部なんか一緒に思えてきちゃって、もう。いや、あれはちょっとぐちゃぐちゃになる。1個で頭の中。1個24時間見たら十分ですね。うん、なんか何個も見ようとしちゃって、頭ごちゃごちゃになっちゃって、いや、もう絶対混乱する、特にあの、うん、覚えてない今、24はなんか混乱しがちな、はい、そう、ちょっと、それも手出してるんですか。24は一回、はい、昔ちょっと手出したんですけど、うん、もうやめました、途中で、ちょっときつくて、なんか見切れないと思って。そう、でもまあ面白い作品ではあるんですね。面白いです、面白いです、あんだけ話題になりましたからね。じゃあ鬼滅ですね。鬼滅ですね。鬼滅を制覇。鬼滅を制覇、はい、相当簡単な目標ですけど、ただ見ればいいだけです。目標なのかどうか分かんないけど、ね、でも結構ね、うん、読み切ってこう話ができると楽しいと思う、はい、今もう話題ですもんね。父親もめちゃくちゃ、あ、本当ですか。コロッケさん、鬼滅の刃読んでる。鬼滅の刃アニメで見てて、漫画はこれかららしいんですけど、なんかフィギュアとかいろいろ、うちの弟たちもハマってて、フィギュアがめちゃくちゃ高いんですよ。高いです。そう、ね、だからあのなんだ、なんか剣買いに行ってなんか当てるみたいなあるじゃないですか。一番くじの、一番くじの、はい、あれも行ってなんかやり取りしてますね、はい、あれめちゃくちゃ高いですね、うん、普通の UFO キャッチャーみたいなやつで取れるやつとかももう6000とかで、うんうんうん、他の人形とちょっとレベルが違う値段に。え、なんで急にそんな来たんですか。今までもあったんですよね、もちろん。あ、でも最近のです。最近の漫画やつですね。漫画、漫画が先だったのかな。で、なんか徐々にあのその
画家さんっていうんですか、漫画家さんの絵が上手になってきてるんですよ、はい、後半、あ、そうなんですか。そうなんですよ、そういうの漫画で見ると人気が上がって、うん、であと絵がすごいアニメ綺麗だし、うん、その物語も結構こう重いので、うん、なんかそこがまた良かったりとか、ね、スタートからやっぱザクッとくるんで、うん、うん、うーってなっちゃいますよね、うん、そう結構ね、グッとくる、泣きません。いや、泣きます。泣きますよね、はい、あ、よかった。最初はえーってなっちゃいましたもん。そうちょっとやめてよっていう、うん、もういろいろ泣ける。そうなんです。そうです、ね、いろいろ泣けるんです。よかった、こういう話ができてよかったです。そう、もう結構長くなっちゃうね。じゃあ、ゆずきさんは目標、うん、いや、僕ね、うん、俺走ってるイメージありますよね、もちろん皆さんも聞いてる方もそうだと思うんですけど、やっぱ僕が走ってなんで今なんか下ネタ言ったんですか。どういう音なんですか今。ゆずき走るは下ネタですから。誰か死んだんですか。誰か死んだ時の音でしょ、分かんないけど。はい、いや、よく走ってるんでしょとか言われるんですけど、最近走ってるのって言われるんですけど、全然走ってなかったんですよ、この何年か。なので、ちょっといつ仕事が来てもいいように、ちょっといい状態まで走り、もう一回再度、再チャレンジ、走りに対して。いいと思います。でも仕事は来ません。来るから。あなたを走らす仕事は来ません。一回だって、走らす仕事って言ったらもうね、なんかもう売れてる人だね。おこそこのやつ半決まりになったんだから、一回半決まり。走る前に半決まり有名じゃなさすぎて出れなかったけど、もうちょっと有名だったらいけてましたみたいな。なんか一応スケジュール押さえておいてくださいみたいな。走るの早かったんで。走るのも早かったんですよ、本当に。足が速いね、はい、でもあまりに有名じゃなくてやっぱりダメだってなって、うん、そうですよね、うん、残念。無名で足速い人だったらもっと速い人いっぱいいますからね、山本ね。っていうことがあったんで、はい、次こそは出れるように、はい、出れるぐらい。お、今からやるんですね、総力を。何ですか。何鳴らそう。何鳴らそう。水が消えるボタンみたいなのないですか。俺と連動してないか。いなくなるボタンないですか。俺と連動してないか。一番シンプルなやつ出してこっちでいいでしょ。これでいいでしょ別に。そんな迷うぐらいだったら。いや、もう新機能楽しくて。そうですね、新機能しばらくはちょっとこれやります、ね、そう、ちょっとしばらくはね、はい、時間差あるから嫌だわ。ちょっとすぐチンってやってほしいわ。吟味して押すもんじゃないですよね。どれにしようかな今のは。もう選びながら押すの分かってんだから押さないでよとも言いづらい。そうですね。はい、じゃあね、そんな感じで。すみません、まどかさんの聞けなかったです、はい、私はもうあれです。なんか一個一個ちょっとこう怠けてたこととか、はい、こうやろうと思ってやってなかったことがいろいろあるんで、はいはいはい、それを今年は一個一個クリアしていこうと思って。なるほど、英会話も始めましたしね。そうです、英語習うとか、 あと着物を着付けを自分でしっかり着れるようになるとか、ちょっと分かんないですけど、なんかいろいろ細かいのがあるんで、あとは今年15周年で新譜を出すので、はい、まあ、それをちゃんと完璧にこなす、うん、いい女になろうとしてもモテようとしてますね。そう、モテようとしてはい、モテようとしてます。キラーじゃないんですよ。一番合ってたな、ちょっとよくそれに音的には絶対使おうと思ってたんですよ、最初から。それが使いたくてこの話始めたんですよ。ちょっとそうですはい、はい、じゃあね、本日の、まあ、2020年一発目のね、楽曲聴いていただきたいと思います。まどかでアンブラスモア、どうぞ。
はい、まどかでアンブラスモア聞いていただきました。ありがとうございます。ではでは本日のゲストをご紹介いたします。占い師の清良さんです。こんばんは。よろしくお願いします。ね、実はあの清良さん、去年のこの渋谷クロス FM の忘年会で、はい、こう初めてご挨拶させていただいて、はい、そうなんですよ、はい、で第4水曜日の何時からです？はい、8時から、8時から、はいはい、あの番組をやってらっしゃって、はい、ここで、はいはい、そう、清良のハッピードリームプロジェクトという番組で、はい、8月からスタートしました。そこでちょっとご挨拶させてもらって、はいはい、今回は私の方に出ていただいて、はい、で私も清良さんの番組2月26ですよ ね、はい、そうですね、に出させていただくので、はいはいはい、もう今日は占い合いとか、はいはいはい、そう初めて見ますよね、占い合いって。もうプロの方と、うん、私がねもうにわか、はい、にわかな感じなんでにわかタロット占いなので、もうね趣味でやってるのはあれですけど、清良、うん、さんもタロット、そうですね、私もタロットで、やばい、はい、ね、やばいですよ。ダメ出ししてほしい。いや本当あのでも本当にあの先生もされてるんですよね。そうなんです、はい、今教える方で東京駅仙学院というところで講師で教えてるんですけども、すごい、はい、学校があるのを初めて知りました。占いの、うん、ちょっとハリーポッターみたいですね、うん、ね、なんかいいですね魔法学校な感じで、はい、いやなんか格好自由なんですか。格好は自由です、はい、なんかすごいなんかこう魔術師っぽい格好して行っちゃいそうな気がする、はい、私もうなんか入り込みたい、はい、みたいなね、似合いそうですよもうね、なんだあの怪しいやつってなっちゃうと思うんですけど、ね、でそんな清良さんなんですけれども、はい、あの占い師になられたきっかけがもともとは OL さんやられてて、はい、してました。はい、この1万人に1人の確率の厄介って何、はい、よくあの、はい、生死って生きる死ぬをさまようと、はい、そういう霊感とか、うんうん、感覚がたけるって言われてて、もともと感性は絵とかやってって鋭かったんですけど、うんうん、それでちょっともう両親が呼ばれて、はい、個室でみたいにこう亡くなりそうまで行った、はい、そんな、でそれからちょっとこう会社の先輩がちょっと立ってて、はい、妊婦に見えて、はい、おめでたですかって聞いたら、うん、いやそんなことないって言った数日後に休んでたらおめでただったとか。へえ、はい、すごい。あ、じゃあそういう、なんだろう、直感力というか、はい、そういうのもあるで き,、はい、できたっていうか。そうです ね、 なのでタロットを使うと見ようとして見てる感じです、うん、その時は振って浮かぶのが、うん、この人のことを見るっていうと、うん、ツールがこうタロットがあると、うん、そこに情景がこうなんとなく分かるっていう、はい、もうオンオフをこうしてる感じですかね。そうですね、はい、さあやりますよっていう、はい、すごいですね。おいくつぐらいから、な何年ぐらい前からやられてる？ちょうど1月の30日で、はい、今年、今月ので辞めて5年目です、はい、ちょうど5年になります、ね、はい、いやすごいですよね、はい、でもなんか占い師さんってやっぱこういろんな方が、ね、はい、こう来るじゃないですか、はいはい、なんかどういうふうにこう切り替えをしてるのかなとかいつも思うんですけど、はい、やっぱりいろんな方がいるのと、うん、一瞬でとかで、うん、ブースとかだとイベントとかでも5分、うん、10分でコミュニケーションを取ってみるので、そうですね、だからやっぱりこうなるべく切り替えっていうか、うん、前の人を引きずらないっていうのは、うん、結構考えたり、マイナスの運気が残ってたりしちゃう、ね、残ってたり、そうですね、残像がやっぱりあったりするたりなの で、はいはい、で自分は験担ぎで、私はアイスコーヒーとか、うんうん、コーヒーをブラックで飲むと、はい、それがこう切り替わるっていうのがあって、だから鑑定が多い時は飲みすぎちゃって、うん、夜が眠れないカフェイン取りすぎちゃ う、コーヒーなんか香水みたいですね、はい、香水屋さん行くと、はい、香り嗅ぎすぎるとリセットするのにコーヒーの豆を嗅がしてもらえるんです。香りリセットして、はい、香水また嗅い でいろんなの嗅いでると分かんなくなっちゃうから、だからなんかちょっとそれみたいだなと思って、コーヒーで、はい、そうなんかおしゃれなリセットの仕方だなと思っていろいろ試したんですけど、うん、コーヒーのブラックが一番やっぱり、うん、あ、はい、なんか結構甘いものの方もいたりとか、はい、なんかいろいろいらっしゃいますよね。そうですね、あとなんかこう、はい、アロマ炊く人もいたりとか、はいはい、そう、なんか私の知り合いの方は、はい、こうカードのやっぱいろいろ念が残っちゃうとっていうので、はい、カードの切り替えのために、はい、なんかこういい匂いのアロマに一回くぐらせてリセットさせてって、はい、そう、はい、言ってました、はい、そう、でもやっぱり大事ですよね。あ、やっぱね、はい、そうですよね、はい、ね、面白い、ちょっといろいろと気になることがたくさん、はい、あるんですけれども、はい、じゃあもう早速ちょっと、はい、もうせっかくなので、はい、占い試合コーナーに、はい、行っちゃおうかなと思います。はい、はいはい、
あ、いいです、これ合ってますね、これ使いこなしてきましたね、だんだん、だんだんね、はい、ちょっと今日初めて導入したんです、すごいさっきからいろんなことしてるんですけどすごいですね、面白いアプリをね見つけました、はい、じゃあもう最初は先にねプロの方にやっていただくと、はい、私のボロボロ加減がバレると、ハードルがねちょっと上がっちゃうので、はい、先にじゃあ、はい、私がちょっと木原さんを、はい、ちょっと占わせていただく、ちょっと恐れ多いんですけれども、はい、はい、いただこうかなと、はい、ボクシングでもそうですね、はい、最後にチャンピオン出てくる、そうそう、最後にチャンピオン出てくるじゃないですか、ね、ラスボスもやっぱ最後に出てくるからちょっとね、あの下っ端は今日すごく楽しみに、はい、ね、だって占ってもらうってやったりします、占い師さん同士でとか、いや、あの気学とか別なこう種類のはあるんですけど、はい、うん、タロットはやっぱりなかなか機会がないです、はい、そうなんですね、はい、いや、じゃあちょっと、はい、もうなんか素でそのままやっちゃうので、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ木原さんの、はい、あれですね、2020年の恋愛運、はい、そうなんです、あの恋愛だけはですね、あと私が唯一自分のことを占えないテーマがタロットでそうなので、あ、ぜひあのお願いします、はいはい、今日のラジオの空気が決まりましたね相当最悪な結果が出てしまえばね、いや、もう怖い怖い、はい、これは怖い、でも僕らも結構何回も見てますから、はい、嘘を言っても指ささないでください、はい、これはもう、はい、なんか変な入っちゃいますんで、入っちゃいます、あなたの悪いのが結構ついたら分かりますからね、はい、悪いカードなのにいいこと言ってても、なんとなく分かって手がおねえみたいになってるんで、急に手がおねえ、あんまり運気入れないようにしますよ、こう占う方が怖いって言われるんですけど、結構怖いですね、自分がやっぱり占ってもらう、ね、ドキドキしますよね、ドキドキしますよね、そう、もうでもあのすごい簡単な一枚出しの見方なので、はい、ちょっとあれですけれども、じゃあ、はい、じゃあ清原さんもご自身で、はい、これを切っていただいて、はい、わ、はい、かりました、もうじゃあこれで、はい、はい、頭こっちのままでいいですか、大丈夫です、はい、はい、なんかドキドキするプロの方占うってなんかこんなに変な汗が変な汗が、俺がプロ野球選手に野球を教えるみたいなもんですからね、いや、もうね、ほんとそういうことですね、じゃあいきます、はい、じゃじゃん、おお、はい、すごいラバーズ、え、すごいですね、そうそう、ラバーズですよ、もう恋のねカードですけれども、聖一、聖一です、イエーイ、さあ2020年は良さそうですね、なんかいい出会いだったりとか、はい、あとこういい恋ができるとかね、はい、なんかこうそういう出会いとかもすごいたくさんありそうな雰囲気が出てるんですけれども、はい、ちょっとしっかり見ていきます、はいはい、あ、いいですね、魅力的な人との出会いだったりとか、はい、あとは恋に落ちる、はいはい、あとすごくあの楽しい恋愛ができるとかですね、はいはい、そういう、あと時間を忘れて、はい、こう楽しいひとときを過ごせたりとか、はい、あとあの五感が満たされる出来事があったり、はい、あと人生を謳歌する時期って出てるので、はい、だからすごいいい恋ができそうな予感ですね、良かったね、怖いカードじゃなくて良かったです、はい、ね、いや、すごい良かった、はい、ラバーズ、ラバーズです、はいはい、ありがとうございます、いや、よかった、はい、もうこんな簡単な感じなんですけど、はい、ありがとうございます、いいですか、はい、ね、ちょっとなんかちょっとなんか2020年楽しみな、はい、幸先がいい感じですか、もう出会ってる人なんですかね、でも出会いがあるっていう感じだからどうなんですかね、ま、か今年入ってからですね、だから今日から今日からの出会い、ここからですよ、カウントされてます、残念ながら、カウント的には俺らから、怖い怖い怖い、残念ながら入っちゃってますね、入ってますね、怖い怖い、はい、で皆さんも入っちゃってますね、はい、残念ながら、はい、残念ながら、はい、チャンスありますよ、皆さんチャンスあります、ありがとうございます、イエーイ、イエーイ、はい、ありがとうございます、じゃあ、こんな感じで木原さん、ラバーズ楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、じゃあいいことがあったらご報告します、ぜひお願いします、はい、もうこんな簡単なのですみません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、では、じゃあちょっと私たちも、ね、はい、木原さんにちょっと占っていただきたいんですけれども、はい、どっちを先がいいですか、ちょっと、はい、じゃあ僕らを先に、じゃあ、はいはい、ハッピーエンドの2人の、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあ今度は私のカードで、はい、やってみたいと思います、はい、でもすごい使いこなしてる感じの、はい、引かない方がいいですね、あ、全然引いていただいても大丈夫です、ちょっと移動します、はい、じゃあ、はい、ちょっとこれを引っ込めて、うわー、すごい、はい、マイク外しちゃっていいんですか、はい、すごいマイク遠いですけど、占いに集中したい、あ、占いに集中したい、わかりました、わ、はい、かりました、じゃあお願いします、はい、お願いします、そうしましたら何を、僕らコンビでお笑いをやってるんですけども、うん、はい、
お笑いの仕事が受けていくかどうかというのを、はいはい、2020年仕事運、はい、おジャンピング、じゃあ私のやり方でちょっとやってみたいと思います。じゃあこれをですね左手で3つに分けてください。3つの山にですね、はい、はい、じゃあコンビなので、はい、じゃあこれを好きな順番で1つにまとめてください。はい、はい、すごい、はい、はい、ありがとうございます、はい、いいですね、すごい綺麗なカードですね、はい、この絵柄がすごく気に入ってずっと使ってますね、すごい幻想的な、はい、はい、で出ました。で今年はですね、はい、あんまり行動の動きを今までと変えない方がいいですね、はい、ではい、でこの2人のカードが出てるので、はい、割と2人のこう兼ね合いっていうのがすごく重要になってくるので、やっぱり楽しくっていうところと、はい、こう仕事の一つ一つを、まあ、ご自分たちの価値観を大事にしていくっていうのが重要になってきて、はい、で今年の後半からすごくいいですね。ジャスティスが出てるので、自分たちのやり方とかこだわりとかを素直にやっていく方がいいのと、あんまり周りの意見よりは自分の意見、直感に従う方がいいと思います。はい、じゃあ前半あまり変えないで耐えてれば後半ちょっと良くなるかもしれない、ね、はい、はい、そうですね、はい、すごい、はい、すごい、はい、滑り続けるゆずきさん、はい、なのでちょっと1月2月、まあ、3月ぐらい前半は耐え時なので、うん、その時期にあんまり結果が見えなくても変えない方がいいですね、うん、変えない方がいいですね、うん、はい、すごい楽しみですね、ね、そうですね、はい、後半、ね、すごい具体的、どう見たらいいか分かりました、ね、うん、はい、うん、はい、すごい、はい、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、はい、はい、じゃあ次は、私まどかさんですね、いいですか、はい、私のじゃあ今年の仕事運と恋愛運、ちょっと欲張りですけど、はい、2つ一気にいけるんですか、じゃあまず仕事運から見ていきましょう、はい、はい、仕事運お願いします。お仕事で今年何かやろうとしてることありますか、はい、あ、今年活動15周年で、はい、でちょっと新譜を久しぶりにちょっと出そうと思って、はい、まあ、多分下半期になると思うんですけど、はい、新しくリリースしたりとかするので、はい、ちょっとそれがこうどう回っていくかなっていう、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあこれをですね、はい、左手で3つに分けてください。じゃあこれを好きな順番で一つにしてください、はい、これも左手、はい、はい、左手で、はい、はい、ちょっとすいません、ちょっと遠いですね、はい、はい、鬼滅の刃のあの、なんの、なんかのあれみたいな、ごめんなさい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 、鬼滅の刃の話を、なんだろう、はい、で今年はですね、はい、何か地位を築くって出てますね、あ、チーム、はい、でこれは助教校っていうのが出てるので、はい、こうご自身の地位っていうか、うんうん、形を作るっていう、あ、で去年までやってきたことの集大成みたいな一括りになるのが今年です、ね、はい、で3っていうのが幸せな家族とか、はい、まあ、結婚とか楽しいっていうのが仕事で出てるので、うん、割と、まあ、このあと恋愛見るんですけど、はい、両立するっていうのが、あのオンとオフですね、はい、だからこうプライベートもこれで言うと仕事の邪魔にならない人っていうか、あ、だから理解してくれる人、そうですね、だから仕事がやっぱりこう忙しいと恋愛後回しになった時に、うん、その恋愛で結構ストレスになる相手って言いますよね、あ、いますね、ちょっとこ う、ね、ダメージが多分女性の場合ってあると思うんですけど、うんうん、あんまりそういうところで言うと影響ない相手、うんうん、だから仕事でこれが出てるので、うん、まあ、この後恋愛は見るんですけど、うん、仕事関係でそういう方に出会うかもしれないですね、うん、あ、へー、はい、あ、そうなんですね、こうときめきっていうよりも、はい、さっきのラバーズよりも割と家族っていうのが強いので、うん、割とそういうこうファミリー的な、うんうん、そういう仲間みたいなところが重要な、一緒にやっていけるみたいな、ね、はい、へー、であと結構忙しいと思うので、はい、こうこれはうまくこなすっていうのが出てて、うんうん、全部完璧にやろうよりは、はい、ちょっといい意味のいいとこ取りじゃないですけど手を抜くとこは抜いて、はい、力入れるとこは入れるっていうそのバランスを取るといいと思います、うん、
すごい具体的に、はい、いやすごい嬉しい。でまどかさんもお二人と同じで、はい、やり方をあんまり極端に変えない方がいいですね。だから集大成の意味で、はい、今年がまとめの意味でこう形にしていくといいと思います。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ恋愛を、じゃあ恋愛を、はい、でもこれ後でしっかり個人で見てほしいです、はい、じっくりとちょっと聞きたい。でも先ほどね霊感があるっていうお話でいろいろお話も伺ったので、はい、割と直感でも間違わないと思います、ね。はい、そうね、なんか霊感があるのかはちょっと分かんないんですけど、はいはい、なんか直感はなるべく大事なような気がして結構当たるというか、はい、なんか人もこう最初会った時の印象って意外と、うん、はい、途中変わっても結局間違ってなかったりとかすることがあるんで、はいはい、そう恋愛は割と女性の方が感が鋭いです、ね。ああ、やっぱそうなんですね、はいはい、男性はあんまりないらしいです、ね。あ、そうなんですね。はい、へ、はい、そういうもんなんだ。はい、はい、じゃあこれを好きな順番で3つにまた分けてください。はい、じゃあこれを好きな順番で1つにしてくださいねじれますよ、そんなこと。はい、綺麗なカードが、すごいいいですね。お、お、はい、あ、はい、あ、はい、出ました。はい、はい、知ってますか？知ってますよね。知ってます、はい。これはスターが出てるので、はい、高嶺の花が手に入るっていうカードなので、うん、結構予想以上の人に出会いそうな感じがありますね、はい、はい、はい、もう出会ってるとかもあるんですかね。出会ってる可能性もありますね。ちょっと、はい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 、ただまだ意識してないとか、はい、うんうんうん、だから気になっててもまだ行動してないとか、うん、だから逆であっちが気にしててまだまどかさんが気にしてないとか、うんうんうん、でやっぱりこれが鳳凰って出てるのでこれも婚姻っていう意味があるんですね、はい、だから結構そのただの恋愛じゃなくて、うん、もしかしたら次付き合ったりそういう方は結婚とかそういうさっきの仕事にも出てたんですけど、うんうんうん、割と総合して形になる相手かもしれない、はい、これがあの素敵なライフスタイルっていうカードなので、はい、割とこうバランスよくですね仕事もできて、だから相手も多分仕事結構頑張ってる人っていうか、うんうん、はい、そういう方だと思います。おお、え、すごい、はいはい、嬉しいです。はい、でこれはあのまどかさんが頑張んない方がいいですね。あ、頑張んない方がいい。あの恋愛って女性がどうしても頑張っちゃって、はい、尽くしすぎちゃって疲れちゃうんですよね、うん、でそうすると長続きしないので、うん、だから自然体でいられてさっきの仕事のところに出てたように、うん、こう仕事も受け入れてくれてこうちょっとこうゆっくりできるとか、うん、安心できるようなそういう相手がいいですね、うん、はいはい、でも予想以上だから、はい、周りから見たらすごい人って思う人ですね。へえ、はい、有名人とかじゃないですか。有名人、はい、有名人かもしれないですね。どこに大臣とかじゃない、ある時こう大臣、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 大泉進次郎結婚しちゃったからな。でも本当にこれは玉の残しとかそういう意味もあるので、はい、へえ、はい、あ、すごい、はい、はい、IT 系ですか？IT 系？社長系、社長系ですかね。ある時ヤフーニュースにね、うん、結構出てるかもしれない。いや、すごいですね、はい、じゃあちょっと今年はそれを、はい、はい、でこれだと電撃結婚ありえますね、はい、さっき仕事のところで幸せな家族結婚って出てて、はい、ね、これがやっぱり婚姻だから、うん、だから多分こうあんまりこうなんかこう難しさなくトン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 とスピード婚じゃないですけど、はい、流れが早いんですね。お父さんまだ意識してないんですね。意識してないかしてる か、でも出会ってる可能性の方がこれで言うと一番前に出てるので中にいる可能性が高いです。まだ動いてないみたいな感じなんですかね。とかちょっと知ってるぐらい、ちょっと会話したとかそのぐらいのぐらいかもしれないですけどね。はいはいはい、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。だからあんまり動いちゃダメってことですね。好き好き言っちゃいけないけど、そういうこと言ってもいいんですけど、尽くすよりは尽くしてもらう方が、でも絶対そっちがいい。そう、そっちがそのミスしちゃうんだよね。なんかね、女性はね、女性はどうしてもね、こうしてあげたくなっちゃったり、で相手もそうするとそれが当たり前で言っちゃうから、うんうんうん、
でそれが急に普通に戻った時に前はあんなにしてくれたのに、ねうん、男性ってそうね、ありますからね、はい、だから最初からしない最初からしないっていうとちょっとやってあげると感動してくれます、うん、あそうですねだからあれですねもうあれしろこれしろを言わない人がいいってことです ね、 ですね俺言わないよそのままでいいよっていう人うか疲れたらご飯作んなくても食べに行こうぐらいの人、はい、あ素敵素敵そういう素晴らしいそういう人アドバイスがめちゃくちゃ すごいですね、うん、ねすごい具体的なんかこう動き方がすごい明確に分かるの で、 す、ね、なんかすごい未来が開けるというか、はいいやすごい自分の中で消化できますねいやすごいやっぱもうさすがやっぱ全然違うもう私一枚出しでなんかふわっとしか言えないのでそんなことない いや、うん、ねそうすごいやっぱ嬉しいですねやってもらうと、うん、私もあいやもうそう言っていただけて、はい、いやすごいじゃあちょっと今年もあまり動きすぎ ず、 動きすぎずで仕事の方もあれですもんねあんまりやり方を変えずに総合のまとめですねまとめこの15年のまとめっていう気持ちで確かにそういう感じになりそうなので、はいはいうん、まとめまとめ年で、はいはいはい、そういう点で言うと3人とも同じような感じ で、 そうです、ね、形を変えないっていう点では、うんはいうん、形を変えずに頑張る、はい、頑張るってことですね、はいはい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございました、はいはい、ここでちょっといろいろ運勢も分かったところで本日の2曲目聴いていただきたいと思います、はい、マドカでシャルムシルクどうぞ。マドカでシャルムシルク聞いていただきました。ありがとうございます。いやでも本当良かったですね。いい結果みんないい気持ちでちょっとね、はいはい、じゃあちょっと次は心理テストコーナーに、はい、行っちゃおうかと思うんですけれども、はい、普段心理テストとかやられます？結構好きですね。あ、よかったよかった、はいはいねはいはい、じゃあちょっとねより清良さんの心理を暴いていく、はい、コーナーに行きたいと思います。はい、はいはい、じゃあまず第1問目。はいはいクイズのそういう音じゃない気がする。クイズのジャジャンですけどね。こっち違う か、 、まあ、かはい、じゃあ、ね、ちょっとクイズじゃないですからね。クイズじゃないですよ、ね、はい、はい、じゃあ心理テストコーナー、はい、第1問目いきます、はい、あなたは朝目覚めに何を飲みますか、はい、4択です。 A コーヒー、 B 紅茶、 C ジュース、 D 緑茶。どれでしょう、
はい、直感で決まりました。じゃあ木原さん何ですか？私はやっぱりコーヒー。あ、やっぱコーヒー、はい、私もコーヒーを飲んでます。コーヒー、はい、僕お茶です。紅茶、はい、あ、お茶、お茶、あ、お茶、緑茶、緑茶、はい、滑舌の方だけ2020年お願いします。滑舌を、緑茶です。なんでちょっとアナログスタイル変えないよ。まあ滑舌は悪いまま行こうとしてない。そスタイルだと思ってねえから。滑舌悪いの。滑舌悪いスタイル。スタイルじゃない。はい、私、はい、でもいつも水か炭酸水飲むけど、はい、ないから、はい、でもコーヒーかな。じゃあコーヒーにしときます。はい、はい、じゃあこれは何がわかるかと言いますと、こうなりたい理想の自分がこの心理テストで分かります。はい、選んだものによってね。じゃあ順番にいきます。はい、はい、じゃあコーヒー選んだ人いますか？あ、いないですね。いないですね、皆さん。はい、はい、じゃあコーヒーを選んだ人はですね、できる女性、できる男性、香ばしいコーヒーは心地よく眠気覚ましにも最適です。すぐに仕事モードに気分を切り替えることもできるでしょう。そんなコーヒーを朝の一杯に選んだあなたは、理想の自分はできる女性男性です。あなたは野心がありアクティブな性格、人付き合いも適切で時間をうまく使いこなし、頭の回転も早いタイプです。すべてにおいてできる人になりたいと願っているはずっていう、ね、当たってますね。この3人はそういう感じしますもんね。そうですよね、ちょっとね、できる、ね、できる感じで目指してるっていうのは、目指してる、そう、ありますよね。だからね、仲間外れの、まだ悪い結果出てないんで、ここからですから。悪い結果出てからひがみお願いします。はい、悪いのないでしょ別に。じゃあ紅茶選んだ方、大丈夫ですか？はい、紅茶を選んだ方はですね、エレガントな人、カフェインもほどほどでフレーバーティーなどいろいろな種類を楽しめる紅茶。朝の一杯に紅茶を選んだあなたは、理想の自分は優雅でエレガントな人です。紅茶のイメージはバラが咲き誇る庭を眺めながらのティータイム。あなたも芸術を愛し、品のあるファッションコーデをまとう極上の人が憧れ、ワンランクアップの生活を望んでいるでしょう。あ、ね、これ良かったな、うん、これだ、これまどかさんっぽくもありますけどね。でも紅茶とコーヒーちょっと迷ったんですけど、迷ったんですね、はい、ね、エレガントにやっぱ憧れてます。エレガントに憧れますよね。でも女性はね、やっぱありますよ ね、 ありますよね。そう、優雅なこう女性になりたいっていう願望。絶対紅茶飲まないですもんね。絶対飲まないなと思いましたね、紅茶は。男性、まあ好きな方はね好きですけど、あんまり機会がないかもですね、飲む機会。じゃあまたこれもいなかった、ジュース。はい、ジュースを選んだ方は、若く美しい人、バナナやリンゴなどのフルーツジュース、オーガニックの野菜ジュースなど、朝の一杯にジュースを選んだあなた、理想の自分は若く美しい人です。あなたは美容と健康に気を使うストイックな性格です。年齢を感じる、世代になってきて、このままじゃいけないと奮起、日々の努力がアンチエイジングの効果をもたらしてくれるでしょう、ね、なるほど、はい、ジュースってそういう野菜とかフルーツのジュースなんですね、うんうん、コーラとかで選んだ人もいますよね。ーコーラのジュースみたいなやつで、そうですね、炭酸飲料ね、炭酸飲料、はい、じゃあ緑茶、はい、ゆずきさんが選んだ緑茶ですね、知的な人。なるほどね、はい、朝に緑茶を飲むというあなた。先生のあーいただきましたね。残念なんですか？ちょっと残念なんです、はい、緑茶を飲むというあなたは、お茶の渋みと深い香りが心を沈め、穏やかに一日をスタートできるでしょう。そんなあなたの理想は知的な人です、独自の路線を貫く沈着冷静な頭脳派です、うん、突発的な出来事が起こっても状況を見極めて適切な対応をします。女性からも男性からも尊敬される大人の人間を目指しているのです、うん、そうですね、はい、目指しているとしたら相当遠いところから目指してますね。本当に目指すのは ね自由ですから ね、 目指すね、違うとこ目指した方がいいですよ ね、 本当にね。ちょっと泥水みたいなないんですか？泥水みたいな起きて泥水飲むみたいな。ひどいな、泥水、ね、じゃあもう一問、はい、行ってみたいと思います。はい、じゃあ、はい、もう一問目。あ、これがいいですね、はい、これですね、はい、はい、もし家賃や場所を気にせず、長いなこれ長いでよかったけど、ね、いい音だったけど、めっちゃキラキラ鳴ってる。はい、ちょっとね、まだね、今日からだから使いこなせてないんで ね、うん、でね、はい、じゃあ第2問目いきます、はい、もし家賃や場所を気にせず引っ越すとしたら、一番に考える条件はどれですか？選んだものであなたが、あ、これは言わない方がいいですね、最後に言った方がいいな、はい、はい、
はい、もう一回言いますね。もし家賃や場所を気にせず引っ越すとしたら一番に考える条件はどれですか。4択です。1、防犯設備がしっかりしている。2、たくさんの友達を呼べる広さ。3、豪華な作りと備え付けの家具。4、築年数が新しくて部屋が綺麗。さあどれでしょう。もうね、いろいろ家賃とか場所気にせず引っ越せるってなったらどれが第一番、一番条件か決まりました。決まりました、はい、じゃあ何ですか。私は4番です。4番、はい、部屋が新しくて綺麗、はい、僕は友達を呼べる広さ。お、はい、2番ですね、はい、僕も先生と同じ。お、先生と同じ築年数が。その顔、はい、これは呪われましたね。完全に呪われちゃった。呪われちゃった。同じ部屋怖いな、怖いな。はい、私そうだな、防犯設備か、はい、新しくて部屋が綺麗なんですけど、でも防犯設備結構重要じゃないですか、うん、女性一人暮らしってなると。新しく綺麗なところは鍵ついてませんよ。え、それはもう防犯設備外す。鍵ついてない。防犯設備外すんだよ。怖い怖い。じゃあ防犯設備しっかりそっちを選びます。はい、はいはい、じゃあこれはですね、何がわかるかと言いますと、あなたが、誰に依存しがちなのか、どういう人に依存をしてしまうかっていうのがわかる、はい、心理テストでございます。はい、じゃあまず1番、私が選んだね、防犯設備がしっかりしているを選んだ人は、はい、強くて権威のある人に依存しがち、防犯設備の整った家は自分を守ってくれる強くて権威のある人を象徴しています。家族で言えば父親、異性では俺についてこいというタイプ。そのためたとえ経済的に独立しても精神的な支えを必要とする可能性があります。常に心のどこかで擁護してもらいたいという気持ちがあるはず。恋人やパートナーとして同年代ではあなたの相手は難しいかもしれません。ただ父親に憧れる気持ちにつけ込んでくる誘惑には気をつけましょうっていうね。うわ、なんかすごいですね。へー、すごい。でもどう、うん、どうなんだろう。あ、でもまあその年上じゃないと、もしかしたら年上じゃないとっていうのはなんかすごい合ってますね、うん、あとその精神的な支えっていうのはなんかすごいわかる気がします、うんうん、経済的には大丈夫ですか。経済的にもです。いや、そこももちろんですけど、はい、コロッケさんのね、クロマーツ盗んでるぐらいですから、ね、盗んでない。盗んでないから実際テレビで。テレビではね、はい、テレビでは何ですか。テレビでは、そう、テレビではそういうことにしてますけど、実際は盗んではいないです。盗っと4個だ。拝借してるんです。そういつか返そうと思ってた。そうそうそう、拝借してるんです。でこの間もその、有吉反省会の再放送、はい、傑作選の一緒に見たんで、はい、一緒に笑ってたんで、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですね。お前、はい、訴えるぞとは言われなかったか。言われなかったギリギリセーフです。ギリセーフ、はいはい、じゃあね、結構当たってるかもしれないですねこれ、はい、じゃあ2番の、たくさんの友達を呼べる広さ、はいはいはい、選んだ方はですね、支えてくれる人、広くてたくさんの人を呼べる家は愛情豊かに自分を支えてくれる人を象徴しています。家族で言えば母親、あなたは世話好きな友達や家族にいつも注目してもらい、無条件の愛情に包まれていたいと考えているでしょう。そして恋人やパートナーにも自分のわがままを受け入れてもらいたいと思っているはず。世話を焼かれているだけではダメだと気がついて、できるだけ早く自分から愛せる人を見つけるのが自立のための早道かもしれません。大当たりです。大当たりですか。めちゃくちゃマザコンですから、やっぱ本当に。え、じゃあやっぱり恋人は年上ですか。恋人、年上でも年下でもやっぱ 頼るというか、優しくしてよって思っちゃいますね。甘やかして俺をと。もうじゃあ甘える系なんですね。そうですね、甘えます。はい、はいはいはい、じゃあわがまま大きい、でもそれだけだとダメだそうなので、はい、ダメだと、はい、そう、ちゃんと自分でこう、はい、自分も相手をね、わがままを許してあげるぐらいにならないとダメだそうですよ。そうしないといなくなっちゃいます、はい、そう、いなくなっちゃいます。すぐいなくなっちゃう。今まで散々いなくなりましたから ね、 ね、だから多分すぐもうちょっと早くやってもらえませんか。これをもうちょっと早く知りたかったですね。そうですね、もう結構いなくなっちゃいましたから、はいね、はい、今のところ当たってますね。当たってます、ね、なんか当たってますね。じゃあ3番のこれいなかったですね、はい、この中で豪華な作りと備え付けの家具の選んだ方は褒めてくれる人。家具付きの豪邸は成功した人生を象徴しています。それはあなたが周りの人や家族によくできた自慢の子供というように誇りを持ってもらいたいと願っているからのようです。ファザコンでもマザコンでもありませんが、ただ褒めてほしいのでしょう。あるいは身近な相手にいいところを見せたいという気持ちが強いのかもしれません。キャリアを積んで立派に自立していることが多いので、どんなに好きでも恋人選びは慎重にするようにしましょうっていうね。はい、褒めてくれる人、うん、確かに、うん、
まあ、でも人もいそうですけど、僕らにはハマってないかもしれないですね。なんかまたちょっと違うかもしれないですね。はい、だから合ってますね。うん、合ってますね。じゃあ4番。はい、だからドキドキ。お二人が選んだ、築年数が新しくて部屋が綺麗を選んだ人は、依存先はですね、自分自身。新築で掃除が行き届いた家はその人の自己管理能力を象徴しています。つまりあなたは家族や恋人などには依存せずに自立できる人だと言えるでしょう。ただ権威や権力に対する反抗心が旺盛で、経済的に自立していなくても先生や親に従わないで過ごす可能性が高そうです。年上の世代の価値観を認めず、自分に構わないでといつも独自の道を行くでしょう。しかし他人の言葉を受け入れないことでピンチに陥らないよう気をつけましょう。これは孤独ってことですか？友達がいない。なんかね、なんか話が変わってきたよね。いやちょっとあなた一人だったらそうですって言ってました。すみません。なんか、ね、なんか違う、他と趣旨が違うダメ出しが来たからちょっと。いやでもね、自立してて多分こう自分でいろいろできちゃう人ってことなんじゃないですか。自分の時間が割と大、うん、そうですね。一人が結構好きなんですよ。束縛されるのあんまり好きじゃない。そうだ。それはすごいわかります、はい、ちょっと同じ答えですけど違いますよ。あの軽くの言い方が全然違いますから。なんかちょっと違う。痛いんですよ我々。あなたは一人ぼっちです。一人が好きなんですよ僕は。本当に別に好きなんです、ね、本当に好きなの。でももしかして一緒の、ね、家をもし見に行ったら選ぶかもしれないですね、うん、まあ、あそうかもしれないですね。一緒に住む可能性もあると、ねね、大丈夫ですか。そんな話題になっちゃって大丈夫ですか。ジンマシン出てきちゃうかもしれない。そう、もうね、拒否反応起こしちゃうかもしれない。ネイル剥がれちゃうかもしれないから本当はい、じゃあそんな感じで心理テストコーナーでございました。ありがとうございます。はい、ちょっと長いやつ、はい、じゃあね、もうそろそろあっという間に、ね、はい、お別れのお時間も近づいてるので、はい、ちょっと告知などもぜひしていただければと思います。はい、じゃあとですね、あの、はい、私もこちらの渋谷クロス FM の方でですね、はい、あの番組をさせていただいてて、今月の放送が1月22日ですね、はい、あの港区議員 の、はい、あの玉木さんという方が、私が以前あの選挙活動中に官邸そのまま合格してですね、あの再選去年されて、その方が、はい、あの今月のゲストに決まってまして、すごいですね、はい、で来月が、はい、あのまどかさんが出ていただくっていうことになってますので、はい、ぜひあのご視聴ください、はい、であとですね、1月の24日にですね、あのマダムさよこさんと言いまして、品川庄司さんの、うん、品川さんのお母様の、はい、アメトークとかでたまに、はいはい、あのかお会いしたことあります、ね、はい、あのすね、結構お世話になってて番組とかも出させていただいて、あ、そうなんですね、はい、そちらの番組でですね、はい、新しく始まったジャパンアクターズテレビっていうところの番組で、今月1月の24日が公開収録に発売になってるんですけども、はい、そちらであの2020年の運勢を占うということで、あとはまあさよこさんの運勢を占うということで、うん、あのやりますので、はい、あの詳細はあのキオラのホームページを確認していただくと分かると思うので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、ホームページは、はい、あのもう占い師キオラで、はい、こう清いに良い で出てきますか、はい、タロットで検索かけるときはタロットキオラで入れると私が、はいはい、出てくるので、はい、そちらで確認してください。はい、はいはいはい、楽しみですね、はい、2月26日もちょっと、はいはいはい、すごい楽しみで、何を聞こうと思ってるんですか。まだ決まってないですか。いやでもね、はい、もうお仕事とこう、ね、恋愛は聞かせてもらったので、はい、どうしようと思って、恋愛をさらに掘り下げるとか、いろいろ掘り下げて具体的にどうしていったらいいかっていうのを、ね、はい、ちょっと聞こうかなと。例えばこう写真を持ってきて、この人どうですか、はい、対応できる。あ、そういうのもできるんですか。できます。相当具体的に、はい、もうそれはじゃあちょっと個人的に僕らの写真も一応貸します。いらないです。わかんない状態してください。どこで誰がいいですか。何の音なのこれは。男の人の声。ブーイングが来ました。じゃあね、ちょっとまた、はい、あのいろいろまた2月も楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、します。はい、なんか SNS とかはやられてますか。はい、で一応ですね、はい、あのホームページの方に本名も出してまして、はい、本名があの大谷幸穂っていう名前で、はい、幸穂大谷でアルファベットで表記で、そちらがプライベートの SNS と、はい、あとインスタはキオラで、ホームページもキオラであるんですが、はい、SNS も両方キオラと本名の方であるので、はい、どちらでも入りやすい方で
検索いただければと思います、はい、本名の方も言っても大丈夫なんですね。はい、あの私割と緩い形で最初スタートしたので、うん、オフィシャルネームはキオラでやってるんですけれども、はい、本名があのサチホって言って幸せに稲穂の穂って書く、ね、すごいいい ね、綺麗な名前ですよね。でそちらでサッちゃんって呼ばれてて、うん、なのでタロットのサッちゃんで知ってる方も認知されてる方もいるので、ですね、なので割と同じ内容なんですけど、はい、あの両方載せてるので、はい、もしよろしければちょっとこう近い距離の方でもまたよろしくお願いします。はい、なんかこう鑑定をお願いしたいときは、はい、そのホームページから、はい、でなんか出張とかもしてくださるんですよね、場所によっては。そうですね、はいはい、でお子さんが小さい方と か、うん、なんかこちらっていう場所があればそちらしていただければ行くの で、うん、で基本的にはこう先ほどちょっとこうお話もしたんですけど、あんまりこう個室でこうこもるのがちょっと得意ではないので、うんうん、気がこう、ね、こもるところが割とこう受けてしまうところがあって、うん、カフェで基本的にはしたりとか、うん、まあ、個室でしたりとかしてるので、はいはい、そちらは TPO でお答えできるので、はいはい、そちらもホームページの方から問い合わせていただけたらと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではちょっと最後に私の告知なんですが、はい、フライヤー出るかな、2月11日に安全地帯のですねカバーライブをちょっとあのミュージさんに声かけていただいて、はい、原宿クロコダイルの方で、やらせていただきます。2月11日、はい、原宿クロコダイル、はい、もうあの今告知解禁なので、はいはい、で安全地帯だったりあとは玉置浩二さんの 、はい、作曲した楽曲だったり、はい、ソロの楽曲だったりをみんなでちょっとカバーしていくので、はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。ワインレッドの予感、そうワインレッドの予感、はい、恋の予感とワインレッドの心混ざってる感じで、はい、そういいとこ取りの、そういいとこ取りの、はいはい、ではよろしくお願いします。はい、では本日のゲストは占い師のキオラさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。